7月12日、ブラジル・サンパウロのインテル・ラゴス・サーキットで開催されている WEC 世界耐久選手権第5戦、サンパウロ6時間のフリープラクティス1、FP1 にて、アコーディス ASP チームの78号車レクサス・ RCFGT3、アーノルド・ロバン、クレメンス・シュミット、ケルビン・ファンデル・リンデがターン4でクラッシュを喫し、マシンが損傷。 78号車は最初のセッションで早くも週末を終えることとなってしまった。雨上がりの濡れた路面から始まった FP1 は、残り43分となったところでアーノルド・ロバンカル78号車レクサスがクラッシュしたことで赤旗が導入。バリア修復を要することでセッションは再開されずに終了となった。ロバンはサポートを受けながら車から降りたが、 FIA 世界耐久選手権の広報担当によると、ブロンズランクのフランス人ドライバーは地元の病院で検査を受け、無事に退院してサーキットに戻っている途中だという。しかし、ロバンのチームメートであるケルビン・ファンデルリンでは、車が修復不可能な損傷を負っているため、今週末はレースを続行するチャンスはないとスポーツカー365に認めた。 フランスチームは現地に予備のシャシーを持っていないと見られるため、日曜日のサンパウロ6時間レースに出場するレクサス RCFGT3 は1台のみとなってしまった。